トリスマ。というわけで、本日、プライベート、川口のパンに、キャンプに来ておりまして、今日はお昼の現地案内に続いて、焚き火を囲んで、火の温度を入れてもらいながら、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。じゃあ、まずお名前と、お杉さんからお願いします。こんばんは。杉野と長野と申します。よろしくお願いします。長野さん、お昼撮影していただいた、長野さんです。よろしくお願いします。はい、というわけで、焚き火を囲みながら、火だけのカメラも1台、皆さんにもキャンプ感覚を味わってもらうために、このぐらいかな？じゃあ僕の方に煙が来てるんですけど、今回のキャンプ場で、まだちょっと工事の途中って話だったんですけど、まず、どんなキャンプ場を目指してるかっていう、場所的にはどんな感じでしょうか？はい。めっちゃいいとこっすね。今日来るとき、天気めっちゃ良くて、富士山めっちゃよく見えましたよね。キャンプ場からはちょっとちっちゃくしか見えないんですけど、通り道で富士山とか、あとはまあ近所に何湖でしたっけあれ。川口湖。川口湖。めっちゃ富士山と川口湖でめちゃくちゃ眺めがいい場所あったりとか、あとは春だとあれですね、忍野八海っていう桜の名所があって、僕前回来たとき桜を見に行ってきました。はい。僕にすげえ煙が。顔見えてんのかと思って。ちょっと高さんの巻きおくべるっていうののイメージでやろうとしたんですけど、やっぱりあれって相当計算されてしまうよね。ということでですね、今回のプロジェクトってどういうキャンプ場？発端としてこの土地から、その、壺の借地で、私の父親が1年前ぐらいにして行こうとした。そして、子供の頃は、子供らしていい人たちを。ああ、子供の頃の思い出がいっぱいある。ずっと10年ぐらい続いて、放置されて、まあ、綺麗になりました。ジャングルで、トレーラーハウスの中も、して、まあ、キャンプ場にしたのかな、どんなキャンプ場やろうかって話をしてて、キャンプ場もすごいたくさんある。そうですね。今後、しかし、お考えの方とかがいらっしゃったら、あったら僕らのナイスキャンプを知ってもらえる。そうですね。やっぱりキャンプ場ってなると、トイレとかも、段差があって、なかなか入れなかったりとか、まあ、車椅子で入るなんて結構難しかったりとか、ね、段差で登れなかったりっていうところもあると思うんで、キャンプ場っていうのは、どこまでバリアフリーにできるかって、あれですけど、チャレンジしていただきたいっていう話は、僕からもさせていただきました。はい。で、まあ、今日も昼にお聞き、お話しの通り、グッドデッキを作る予定に、そうですね。もう内装はもう大体終わってて、うん、それでいうか、あと周りをこう、なんでしょう、プライベート感を作るみたいな、スタイルとベースを作って、その辺の工事が終われば、大体まあ、適宜確保する。そうですよね。プライベースっていう名前にもある通り、うん、今回のキャンプ場、そんなにたくさんの何組も泊まる感じではないですね。1組限定っていう、プライベート感を出していくっていうものに。したいよねっていうのを合わせて、キャンプの楽しさを知ってもらいたいっていうのがあるので、よく僕らもキャンプするとき、隣の人がうるさかったり、ちょっと残念な気持ちになったり、あったりして、ちょっと広げて、自分たちの景色をお客さんに頑張って、嬉しかったです。そうですよね。そうですね。やっぱ施設的にバリアフリーっていうのも大事なんですけど、周りの目がどうしても気になっちゃうっていう方ってまだまだ多かったりとかして、なんかそういうところだったりと声上げちゃうお子さんだったりとか、そういう子たちものびのびと楽しんでいただけるっていうのはすごくいいんじゃないかなと。まあ、うん。で、ちょっと施設的なとこを聞きたいんですけど、まあ、車椅子で入れる扉と、この、スロープがあるっていうのはあると思うんですけど、あと、特筆すべきところってどういうところなんですかね。ベッドとトイレとか。うん、ここはお昼もお話しさせていただいたんですが、電動ベッド。よくあれ介護ベッドで、足の部分と高さと頭ですね。リクライニングが。なんていうんですか、スリーモーションっていうタイプと、あとは戸とかも結構こだわりで。お連れが。あ、浴槽とか、ならないようにっていうところです。はい。
おお、すごいですね。で、トイレもさっき入ったんですけど、トイレとお風呂ってどんな感じですか？トイレは、両サイドに手すりがあるタイプで、シャワーとかもかなり広いですよね。お昼の配信見てほしいんですけど、まあ、シャワーとかも広くなっていて、シャワーチェアも。そうですね、シャワーチェアも。広いスペースにシャワーチェアでシャワーも入っていただけて、水遊びするときも、ここにシャワーチェア出して、やったりとかもできそうなんで、いや、めっちゃありがたいな。またバリアフリーなだけで、めくだし、セプリメントしてくれるのが、すごくありがたい。あと、AED で AED を取っていただいて、うん、緊急時。まあ、ちょっと医療的なことは多分難しいとは思うんですけど、その、緊急時の準備はしといていただけるっていうことで、まあ、この辺のサポート的な部分も、多分考えていってるんじゃないかなと思うので、ぜひ、いろいろとご検討いただければと。私はまだできてないんですけど、近くに行くとか、うん、新体力とかに合わせて、例えば、うん、この辺で美味しいご飯ありますよとか、例えば、ここから見る富士山は素敵ですよとか、あ、いいですね。そうですね。楽しんでもらえる形にしたい。僕も今日来るとき、バリアフリーマップに周りの店舗の情報とかちょっとずつ載せてるんで、ちょっと来るたびに、いろいろと載せていきたいなと思っているんで、ぜひぜひ情報もみんなで集めていって、より来やすいところになるといいですね。中も車椅子でも全然余裕で回れて、扉も車椅子で入れるものに付け替えたんですよね。違います。僕、あ、すげえな、ドアまで変えるんだ。60cm。 あー、きついっすね、それだと。だと、折れない。骨折してはいい。で、結構な。そうですよね。木で回れるようになるので、余裕かな。はい。だから、その辺が、ね、デッキができたら、すごい入りやすくなるんじゃないかなと思います。そうです。でも、スペースで、やっぱり、3人とも子供がいて、子供とキャンプ行くのが好きだったんですけどね、お子さんをキャンプに連れて行きたいけど、ちょっと難しいってお考えのご家族。ああ。それをご要望としてあるのは、例えばそのウッドデッキってところにマットを置いて、ゴロゴロできたりして、必要なセットしたりとかって言って、シャワーチェアみたいな。ああ、ホースでバーンってやったりとかできるもんね。めっちゃ楽しいですね、それ。とか、水鉄砲とか持ってきてもらって。引き立って、きれいだとして、同じ高さにするので、私これ何かできるかっていうのはいいっすね。職にしたいので、クラウドファンディングも、あ、そうだ、そう、この話してなかった、まだ大詰めです。はい、今クラウドファンディングをやっているんですよね。あと何日でしたっけ？あと2週間ぐらいで、残りどれぐらいなんですか？目標額150万円です。なので、ちょっと動画を見て応援したいなって思った人は、ぜひ、応援のほどよろしくお願いします。説明欄に貼っておきますんで、ぜひ、支援とかじゃなくて、支援の拡散とかもしてほしいですし、あとは、来週のポップ予定です。そうですね、春、来てくださっているんで、もうちょっと今、今日も結構、責任がないと考えてるんで、なかなか冬場は厳しいと思うんですけど、もうちょっと暖かくなったら、ぜひ、遊びに行ってほしいなと思います。はい。それで、ぜひ、あと、まあ、ウッドデッキのイラストとかもあって、そこでこういうのやりたいなとか、バリアフリーキャンプ場で何かやりたいことあれば、ぜひコメントを入れていただければ、ここからしっかり2人ともう1人メンバーいるんで、お伝えしたいなと思います。クラウドファンディングでやる目的って、多分、このお金的な部分だけではないと。クラウドファンディングのプラットフォームは、キャンプファイヤーさんのグッドモーニングっていう、そうですね、社会課題に取り組んでる人が、やってるクラウドファンディングで、やっぱりそういうことにバリアフリーとかに関心がある人が見てくれるっていうのはまず一つあるのかなっていうのと、あとクラウドファンディングってやっぱりファンを作っていく仕組み、プロジェクトを知ってもらうとかファンを作っていく仕組みだと思うので、まあ、そういった意味でももう全然ね、お金だけじゃなくてシェア拡散とかやってくれるとすごくね、励みになるし、いいのかなっていうのは思います。システム応援してますよとですね、はい、はい、はい、まだちょっと時間があるので、こういった形でプレスユーザーの方に来てもらって、先日もご家族の人もいろんなこと
ったらいいとか、こういうところに不便があるっていうご意見を積極的に伺いたいなっていうところですので、もしかしたらモニター的な形でちょっとご利用いただけないですかっていうご連絡をちょっとするかもしれない。ぜひぜひあのチェックしていただいて、あの、ね、あとお得に体験してもらってご意見いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと今回メンバー3人いると思うんですけども、まあ、それぞれがかなり思いを持って取り組んでるのかなと思うんですけども、今回誰がバリアフリーキャンプ場にしたいって言い出したんですか？そうですね、もともと土地も小杉さん のお父様が主催したって感じですね。確かに中国から来て、鳥越君とは結構付き合い長いんですけど、いつもの話とかもらったりとか、本当に車椅子で世界一周されたりするような方とか、本当にそういうの気になって、結構アクティビティーも、すごい強い車椅子ユーザー。そうですね、結構あの動いてる人は結構目立つんですけど、それ以外になかなか何個出れないとか、お体の状態もいろいろあって、なかなかね、そういうところに来て。で、ハードル高いって思われちゃうんですけど、大体ご飯作っちゃうんですよ。ご飯を作って火起こしてっていう。自分で寝るだけみたいな、そんなにこう高度な技術とは、ちょっとね、技術、物揃えるのが結構めんどくさかったりするんですけど。そうですね。もし何かね、楽しいこと諦めてる方がもしいたら、もったいないなって、慎重になって、はい。ちなみに、ここに来たら、あの道具とかを借りれるんですか？一通り揃っていて、じゃあ、手ぶらで本当に、まあ、近くのスーパーで買い出しだけして、くれた感じで、あとはまあ、ご要望に応じてっていう、これからその辺も、あれちゃう。例えばその、チャレンジ精神旺盛な、例えば、家族。どうするとか、俺ちょっと店長設置してみてんだよみたいな方がいらっしゃったら、うん、あどうぞじゃあやっていただけるとか、あと本当に、例えばご家族のケアがちょっと優先的にないという方であれば、事前に申請とかっていうことになりますし、その辺、どういった形で運営していくかっていうのは、ちょっとこれから、もう考えるかな。表情に出られる仕事、あるいはちょっとまだ、僕らも固まってないと。だからまあ少しずつチャレンジしていただける人に来ていただいて、その人の周りの同じぐらいの体の状態の人がどんどん来れるようになって、例えば僕だったら簡易電動車椅子余裕でしたよとかっていう情報をどんどん集めていくことによって、最初のスタートラインができていくっていうことになると思うので、うん、この辺は楽しみですね。あと大杉さん、身内にも車椅子の方がいらっしゃって、その経験とかもね、ちょっと前から車椅子になって、で、結構その時の性格なので、